若林健太君。はい、えー、自由民主党の若林でございます。えー、あの引き続いて、えー、質問させていただきたいと思います。今、自民大臣の名答弁をお聞きしながら、これやっぱり毎日聞きたいなと、おつくづくそう思いましたが、えーはいえー、私はあのお、本委員会に上呈されているあの、租税特別措置法のお一部を改正する法律案、あの先ほど広野先生、えー、話題にされておられましたが、まあ、それと、 特別会見についてまずあの少しお伺いしたいとこんなふうに思います、えーまあ、前回の委員会であのお隣の中山先生が厳しくご指摘されておられましたけどこの平成24年度税制改正はあ新成長戦略を実現するとこういうことをまあ掲げて、えー、いるわけでありますけれども、まあ、その中身はですねこの税制改正の中身はあ従来の,その政策減税の延長や まあ、あの一部拡充にとどまっていて、まあ、極めて不十分だと、こんなふうに思うんですね、まあ、お手元の資料にありますように、この税制改正全体としては、まあ、総額で、えー、平年度で3030、えー、三三億の、事、まあ、実増,増税とお、プラス増税になっているということを含めて、えー、どうやって新成長戦略のお道筋を見据えているのか、この税制改正全般についてお伺いしたいと思います。 三谷財務務大臣政務官お答えいたします。平成24年度税制改正法案においては新成長戦略の実現に向けまず自動車重量税の当分の関税率にかかる税負担の軽減及び環境性能に優れた自動車に対する軽減措置の拡充延長さらには県 開発税制の増加型等の措置の延長等、さまざまな措置を盛り込ませていただいています。今、委員ご指摘の3030 30億円の増収があるではないかというお話がございましたが、このご指摘の額は平年度ベースの増収額でありまして、このうち2623億円は、 地球温暖化対策のための税の導入によるものですその地球温暖化対策のための税については経済の影響へのに配慮する観点から税率の引き下げを段階的に行うほか地球温暖化対策に資する分野には負担軽減措置も講ずることとしていますまたその税収についてはエネルギー特会の歳出として エネルギー期限 CO2 排出抑制のための所得策を推進することを通じて企業による省エネ設備導入の支援などにも活用することになりますので必ずしも経済にマイナスの影響だけじゃなくプラスの影響もあるということを申し上げます。また再生可能 再生可能エネルギー投資加速のためのお環境関連投資促進税制の拡充とさまざまなあ成長戦略に資するう税制、えー、盛り込んでおりますのでこれを力強く実行してまいります若林健太君ル、まああのール朗読いただきましたけどおしかしですね要はあのー、今のエコカー,ー、えー、ここ減税がありますとかなんとかっていったのは みんな今まであったものをおそのまま延長しているとこういうお話をしているわけですよ。そして全体とすれば増増収になっていると増税になっているとこれがなんで新経済性新成長戦略に資するんだとこういうことを伺っているわけであります。あの作業ドライ司会員との間で、えー、財務大臣あの三パーセント二パーセント新成長戦略を掲げているんだとこう言っておりますけれどもその道筋は 今回のこの税制改正の中から見えないと、私はこんなふうに思うんです。まあ、あの今、その内容の中で、えー、お話しされてましたけれども、自動車,じ自動車じ重量税、えー、についての上乗せ税率軽減とこうお話しされましたね。まあ、しかし、あの本来、えー、民主党の中では、この自動車重量税というのは廃止をして、自動車税を一本化すると、こう言ってたんじゃないでしょうか。あ,あるいは、 その、なんだ、ガソリンに関する税金について、まあ、地球環境税というお話についてもですね、軽、え、油、ー、取引税やガソリン税を一体にして地球環境税にいたしますと、こう言ってたのはマニフェストに掲げた民主党の政策でありました。まあ、これも結局そんな地球環境税というような抜本改革に踏み込むことができずにですね、まあ一部のお石油石炭税の上の税特例と、こういう格好で、 ま極めて中途半端だというふうに私はご指摘を申し上げたいとえこのように思いますあのもっと腹をくくってしっかりとした税制改正、えー、踏み込んでですねそしてこそ新成長戦略へ資するとこういうことを言うべきでないかとこんなふうに思いますがここは大臣に所感をお伺いしたい安住財務大臣 あの中山先生にもお話したんですけれども、私はあのそのことのご指摘についてはあの謙虚にあの受け止めます、ただ、ですねあの、やっぱり若林さん、あの昨年あの、出した我々の考え方というのは成立させてもらえなかったんですね、やっぱりそういう意味では議会でコンセンサスを得ないと税制改正ができないという現実がありまして。 あのまあ、先般、中山先生にもお話はしましたが、合意のできる範囲で、やはり出さざるを得なかったとっいうのはあります、ただ私は非常に大きいのは、あの今度の二四改正では、そういう点では、い、まあ、わば一言で言うと小粒じゃないかというご意見ありますけれども、その前のやっぱり法人税率の引き下げを与野党で合意できたのは非常に大きいと思います、成長戦略の柱はやっぱり法人税の引き下げというのは、私は一つあるんだと思うんですね。だからそういうい点では 企業のそういう体力をつけてもらって、もちろん3年間は復興の財源にしますけれどもで、本格的なこの税の構造改革というのは、本当は所得を含めて踏み込んでいかなければならない部分だと思います。でそのためにはですね、まあ、例えばあの自民党であれば電話帳と言われて、昔からですね、これ長年あの経緯、経過があってやってきた道があるんですで。それは業界にとってもですね、そういうことをベースにやっぱり あのいわば会計を作ってまいりましたから、じゃこれを根本的に新しい時代へと成長していく戦略へと、まあ、例えば逆にこう切り替えていく作業というのは、これはものすごく政治のエネルギーのいることですから、私はやっぱりぜひ、ね、成長戦略というのはやっぱり与野党であのお互い建設的な意見をやりながらやっぱり作り上げていくものだと、それが結果的にやっぱり税収を上げていくと。 あいうふうに私は思っておりますので、まあぜひですねそういうところはもう税のプロ同士で話し合う場がずあれば私は大変ありがたいなとそういう気持ちで昨日一昨日ですか中山先生にお答えを申し上げたんです。和解橋健太君、えー、まああのたくさんお話しいただいたけど要は、えー、今回の税制改正はなかなか合意ができないからシャビーで申し訳ないと。おだけどその前の法人税減税やってるんだからまあいいんじゃないのとこういうお話でございましたが、あの一回一回のこのお。 税制改正、やっぱりあのしっかり取り組むことが私は必要だと、このように思います。えー、さてその、先ほどあの、廣野先生から復興特別会見についてのお話がございました、その特別会見についての改革は、まあ、我があの自公政権時代からも、えー、取り組んで、えー、おります、まあ今、また新たに、えー、民主党政権がさらに17から11へという取り組みをされています。ただこれ僕ね 数を減らせばね、改革だというようなことは、これは全くもって間違えた思想だというふうに思っているんですね。そもそも、その特別会計というのは、まあ、一般会計で一緒答たにしていると、これはどうもその明確にならんというようなことをお、それぞれに会計の意味があって、えー、明確に管理をするために、この設けるもの、たまたまあそのお目的を限定するから、 その中で、余剰金が出たようなものについて、他に流用できないという意味で、まあ、一部、たまってくるという問題が指摘されたということであって、その明確にするというその趣旨は、ですねやっぱりきちっと尊重しなければいけない、減らせばいいと、こういう問題ではないというふうに思うんですね。まあ、そういうういい意味ででは、まあ、今回その復復興興に関わるこの事業を復興特別会計という形で 得出しすするとととといいううこここは、まあ、必要なことだとこんなだんふうに思います当初、まあ、政府はあのなかなかその必要性を認めていなかったわけでありますけれども、まあ、我々、えー、与野党でそういう,う必要性を認識をして、えー、設置ができたということは良かったと思うんです、ところがですね、その復興全体、復興全体を本来この特別会計を設置するとすれば、この中で厚くべきものだと思うんですけれども、実際には昨年、 昨年というか、今の,その平成23年度予算についていえば、この一般会計で処理をされて、えー、その部分の剰余金を含めて、えー、特別会計へ移管をするということはしない、この4月1日からの特別会計の設置とこういう形になります、まあ、したがって、第三次補正予算を含めて、18兆円に及ぶような大きな予算執行というのは、この特別会計から切り出されてしまう、こういうことになりますね。 一つね、でもう一つ、えー、この基本方針の中で示されている復興に向けての財源手当の中で、JT 株やなんかの売却というのも、謳われているわけでありますけれども、この JT 株の売却については、国債の整理基金特別会計の方で処理をする、これも実は復興会計の中から外されてしまう。 極めて不完全な特別会計の姿になっている、私はこんなふうに思うんですけれども、これ非常に問題だと私は思ってますが、この点について、大臣の所見をお伺いしたいと思います。安住財務大臣、うんはい。あのですね、あの、特会のそれぞれの問題というのは、実はあの先ほどあの、広野先生にも私申し上げておりましたが、まあ、これはあの党によってそれぞれ違うかもしれませんけれども、 例えば道路特会はですね、典型的に私、挙げているのはできたのは昭和33年なんです。ということはもう約55年間続いてきたんですで当時の多分道路整備の例えば舗装率は全国で言ったら多分30%ぐらいじゃないかなと思うんですね、でこれをじゃあ今どこまで続けるんだと <laughs> 失礼しましまた。そういうことから言うといわばサンセット型になってこなかったために 特別会計というのは時代を終えてもまだ残ってそこに例えば着眼をした諸,諸川大臣の発言なんかが出てきたとで私でもそういう点から言うと今回の改革が単になくなるだけでなくてそうした長い間、えー、治水も公安もそうですけど社会資本整備特会がなくなるというのはやっぱり歴史的なことだと思いますこれを一般会計に入れて、まあ、いわば一般会計で毎年やっていこうというのは やはり大きな舵を切ったということではないかなと思います、それでですね復興なんですけど、私は良かったなと思うのは、私どもが最初懸念をしていたのは、同じように1回作ったら、ですね止めどなくずっとこの会計が残ってしまうと、本当にそのなんて言いますかメリハリがなくなってしまうんじゃないかということを懸念をしておりました、それで与野党で話し合った結果、この復興庁の設置の期間、約10年ですよね。 でこれを一つの、あの、期間として、いわばサンセット型にしたということは、やっぱり、これは与野党の知恵だったんではないかと思うんです。そういう点から言うと、まあ、先生から言えば、不十分なものあるというご指摘ですけど、二十三年度の出航に関しては、承継しますから、あの、そういう点では、復興会計に入れるということになります。これからですね。今後、あの、私どもとしては、ぜひですね、 あのー、この見え,見える透明化をして、分かりやすいやっぱり予算の出向で、い、まあ、わばあの法人税と所得税払っていただいているので、これをしっかりとです、ねあのー、あれです、あの国民の皆さんや、特に被災地の皆さんに、 これをあのどういうものに使っているのかを議会にも報告し、あの透明度を高めていって、その使い方を納得していただくということが必要ではないかと思っております。あと財務の質問については副大臣から答弁。若林健太君。えー、今あの大臣のお話で、えー、一般会計の、えー、23年度のあの。 えー、収支差額というんですかね、それはあの特別会計に引き継ぐというお話がありました、えっと、私の理解だと、復興債はあの引き継ぐようになっているけど、そのえー、実際に、えー、あのと一般会計で、えー、経理されている歳入歳出、それを引き継ぐという話になっていないんじゃないかと思うんですけどそこはちょっと訂正しなきゃいけないと思いますが、まあ、それをお伺いしたい、1点ね、もう一点、もう1点、先ほどあのお伺いしたのは、 JT 株の売却、これは国際整理基金特別会計にで、まあ、処理することになっているわけですよ、だけど、基本方針あの、ご覧になっていただくように、それも実は復興の財源として書いてある、これはだから、本来復興特別会計の中で扱うべきものなんじゃないのか、この指摘があるんですが。安住財務大臣。ちょっとと、正確に申し上げますとお 一般会計から復興当会に、まあ、以下の権利義務を承継することとしていると、で23年度、補正に基づき復興債の償還債務等、ですね。それから特別財政援助法に基づく原子力事業者が賠償責任を負う損害について国が補助金の交付、その他財政援助を行った場合に当該、原子力事業者に対する求償する権利ですね。 これらについて、まあ、あとルールありますけれども、それから23年度、補正、三条補正に計上された復興費用に関する権利義務については、これは承継をいたします、さらに補正予算以前における一般会計の国庫負担債務行為による債務のうち、復興事業にかかる債務、これらを承継するということでございます。失礼しましまた 藤田財務副大臣今の,の JT 株の件でございますけれども、メトロ株もそうですけれども、昨年の11月の三党合意の財格法によって、国民共有の資産から生じたものであるということから、そのストックからストックというのを考え方にのっとって、復興債の償還費用に充てるものと整理したと、従ってこの財党、特会等に帰属する JT 株、それからメトロ株等を、 国際整理基金特会に所属するということにしたということでございます若林健太君。そんなこと分かってるんですよ、だからそれが問題だということを私は指摘しているわけでありまして、ねその、復興特別会計というのはどういう趣旨であの設置しているんだと、そのことを考えたら、それが国際整理基金で、それ,がそれだけねあの、そちらで処理をするというのは、実は当初、特別会計をそのもう設置するということを、 予定してなかったからあ、その部分が残ってしまったんじゃないのと、おもっとあのちゃんと特別会計全体で復興の全容が分かるような取り組みをするべきであると、こういう指摘をさせていただいたんです、で大臣今、今、先ほどあの,のご答弁いただいた、要はその、債権債務は特別会計引き継ぐけど、収支については、これはもう、えー、23年度一般会計の中であの消化すると、こういう理解ですよね。それだから その前の答弁は訂正すると、こういう確認で、よろしいですね。安住財務大臣。あの、歳出歳入ではなくて、私は承継する、今条項を申し上げましたので、そういう点では、あの。一般歳入歳出は含まれません。藤田財務副大臣。って今、あの、現状申し上げましたんで、今後はやっぱり、その二十。あの、復興事業の全体像を明らかにして、その補正予算を含めて、累積ベースでの。 集計等を解除をしていくと、そしてその具体的な方法については、決算ベースでチェックをしていくと、ご指摘のようなことをさらに検討していきたいということでございます若林健太君。あのー、今、検討していきたいとおっしゃったけど、私は JT 株等の売却を国際整理基金の特別会計で処理することがおかしいんじゃないのかと、それは復興全体がそこに表されてないですよと、特別会計に、こういう指摘をしたんです。 それを検討すると、今あの、お答えしてますけど、それでよろしいんですか。藤田財務副大臣今後の,そのいわゆるう全体像の制度設計について、あの方法論について、これからあさらにいい決算ベースでチェックをしていくということでございます岡林健太君。私の提案に対して、それを検討するというご回答でよろしいですか。はい、安住財務大臣、えー 若林さんの言う通りなのであの、そういう点も踏まえて、具体的にどうしたらいいか、実は検討したいと思っておりました若林健太君。わ、えー、かりました、まああの、そこはじゃあぜひ、えー、ご検討いただきたいと、えー、こんなふうに思います、で先ほどあのあの、広野議員の中にもありましたけれども、えー、そしてまた大臣のご回答の中にもあったけど、えーまあ、10年、復興庁があ閉鎖するのと同時に、この特別会計のあり方について、 その先を検討するとこういうあの文言になっていると思うんですねところがあの復興祭そのものの召喚はもっと長いわけですよでそうするとねその先ほどの,そのやり取りをお聞きしていてもあの、えー、復興庁が、まあ、閉庁して、えー、その召喚を今度一般会計に移すとこれから見えなくなってきちゃうんだよねあの要するにその復興に関わる 得出ししている特別会計から一般会計に併合することによって見えなくなってくる、景気がだんだん良くなってまいりました、それじゃあこれ、どうしますかみたいな話をしたときに、本来だったら、特別会計でやっぱりきちっと管理をしながらですね、やるべきではないかと、私はそういうふうに思っておりまして、特別会計があの長くそのあると、海が溜まってくると、こういう話はありますが、 これはあのそれはそのしっかりわれわれがあの明確に管理されている特別会計を注視していけばですね決して海がたまるものでもありませんし私はそのあえて安易にですね一般会計に合わせてしまうということはいかがなものかなとこんなふうにあの思っておりましてえまあその点、これはま,あまだ結論が出ていないことだと思いますが10年後。 それでもう、特別会計をすぐやめてしまうということにはなってないと思うんですけれどその点、ちょっと確認をさせていただきたい,いま私も全く同じ考えです、あのつまり、まあ、どういうふうにあのこれを承継していくかは、10年を経った時点で別途法律で定めるということなので、若林さんのご指摘はもっともなんですね、もし25年間、これをやらせていただくとあの、まあ、いわば法人あの所得税の増税等をやって。 そこでその全く十年で生産ができればいいですけど、そういうことは多分現実には何らかの会計上の処理は必要になって残りますので、その時点でこれをどうするかを法律で定めてまた出させていただくということでございます。若林健太君、ありがとうございました。まあ特別会見に関する質疑はこの辺で、あの、えー、私あの決算の総括と予算委員会の一般質疑に。 当たって消費税についてあのずっと議論させていただきましたあのちょっと今までとはあの視点を変えながらですね消費税についての議論をこの後やらせていただきたいと思いますがまずあの昨日、今日の新聞によりますといわゆるその簡易な給付付き税額控除逆進性対策に4000億を検討するというような報道がございましたこれについてですね お伺いいしたいと思うんですねあの先日の予算委員会の中でもご指摘させていただきましたが、えー、民主党の PT に対する資料として給付金税額控除について、まあ、検討した資料とすれば大体1兆円ぐらいの財源が必要であろうというような検討がされていたというふうに承知しておりますが、まあ、今回、簡素なものを入れるとこういう中でなぜ4000億なのか。 この4000億の規模についての根拠をお伺いしたいというふうに思います安住財務大臣。実は多少あの誤解がありまして、あの4000億はあの低所得者層対策として社会保障の充実の中に出てきた0.4兆円を多分指して報道なさっているんではないかと思います。えー、私どもがこの 給付措置で、例えばまあ先生の確か計算は、550万円を確か一つにすれば、メドにすれば、約1兆円ぐらいかかるじゃないかという、そんなご質問でしたけれども、あのー、私どもとして今、現時点で,です、ね、あのー、このいくら、どういうふうな方々をターゲットにしてやるということを正式に制度設計しているわけではございません。若林健太君。 えとそうすると、まあ、あの予算委員会、一般質疑の中でも、いまだあ逆進性の対策については、概要は検討していないと、こういう回答でありましたが、いまだにじゃあ、そういう状況であるという理解でよろしいですか安住財務大臣あの。給付をすると、つまり簡素な給付措置は行うということは決まっております。私が今申し上げているのはそのはそ中で具体的に 例えばどういう方々を対象にです、ねあの、そうした措置をするかあということがまだ決まっていませんということなんです。えー、ですから、0.4兆というのも先ほど申し上げましたけれども、あの充実の中の0.4兆であって、具体的に、えー、それがそのまま給付額になるということではないというふうに思います。林健太君、あのー、私はあのー 前回の質疑の中でもご指摘申し上げたのは、消費税を増税をしようということを検討するにあたって、最も議論とすればしなければならないのは、逆進性この,その消費税の持っている逆進性をどう手当てするのかと、極めて重要なテーマだと、でそれに対して、その今回その10、10%に上げるその財源の中から、 その部分をきちっと、ね、あの制度設計の中に入れていないと、それは、ね、極めて無責任なんじゃないのかということを、まあ、ずっとあの指摘をさせていただいておりました、まあ、4000億あ、これはなかなかいい案だなと、正直私はの記事を見ながら思ったんですがね、えー、私はのこの消費税、まあ、先ほどの,その景気条項等、さまざまな論点があるけれども、この逆進性について、 えー、行き当たりばったりの,あの手当て,ってわけにはいかんと、こんなふうに思うんですがね、そういう意味で、そのこの簡素なあ給付、逆進性対策というのに対して、今、どこまでどう考えているか、話せる範囲でお話をしていただきたいと思います安住財務大臣、今、目下の党の中で、この部分が一番まあ議論になっている一つでございます。そ、えー、それでその まあ具体的にあの額を今、私の立場であの申し上げることもできないし実際決まっているわけではないんですが0.4兆というのは先ほどから申し上げ,まし申し上げているとおりです、ね、あの総合合算制度で先生があのご指摘のようにです、ね、これをその一般歳出から あの私は国会で一般歳出から出すか消費税の,この入りの中から賄うのか、まあ、明確にすべきだというご質問だったと思うんですね、で今回、党側にそういう意味でお示しをしているのは、この消費税の中で行うその社会保障の充実の中のパーツでこの0.4兆というのを出させていただいて、今、議論をしていただいているというふうにご理解いただければと思います。若林健太君 まああのー、その上で,です、ねえーそのお、給付付き税額控除で検討されていたあの範囲も、まあ、単なる試算で、えー、それが具体的なあ実施するための規模で確定しているわけじゃないという話で、まあ、あのこうお議論は少し、えー、ずらされておられるけど、まあ、しかし、逆進性対策として、えー、給付付き税額控除が1兆円という、まあ、あるいは あの食品だけじゃなくて衣服なんかも入れれば1.5兆だとこういう試算がある中でねその簡素なものにすれば急にシャビになってしまうこれは本当にその逆進性対策として意味のあるものとしてきちっとその額全体の,その逆進性を担保するための額としての検討をしているのかとこういうあのことを疑問に思うんですかね。えーまあ 実は先にその金額がありきで、えー、そして、えー、この話が出てしまっているのか、あいや、そうじゃなくて、本来逆進性というのは、どれぐらいの所得層に対して、どういう手当をしなければならないから、こういう議論で出てこなきゃならないものではないかと、えー、このように思うんですが、まあ、それ点について。安住財務大臣。あの対抗の中で、まああの、充実、対抗に合わせて社会保障の充実の中でですね、 総合合合算制度がもしできた段階で、えー、これを社会保障の充実で低所得者層対策に充てるのは約4000億ですと。 いうふうふに歌ってるわけですねだそこが一つ、まあ、ターゲットとして、まあ、あるのかなと先生もなかなかいい線だなとおっしゃいましたが私もです、ねまあ、率直に申し上げてやっぱり、えー、税収がまあいくらになるか正確にはまだ把握はできませんけど仮に5%だとした時の、まあ、例えば超を超えるような単位というのはこれはなかなかやっっぱりちょっとお税収から言うとお少し大きいのかなという感じはしますので まあそうしたことを念頭にこれからも対応していきたいと思います若林健太君、まああのー、全体の制度設計の中で見つける財源とすれば、あのー、お一ついい妙案なんだろうと、こんなふうに思いますし、えー、ただ、その本来逆進性のあるべき議論というのはあそこはちゃんと詰めた上で最後の税額ありき、財源ありきということにならないようにと。 ということはあの、ご指摘を申し上げたいというふうに思います、えー、さらにはです、ねえー、この給付付き税額控除について、前回私、私、議論をさせていただいていたのは、本当にこれは逆進性対策なんですかということでありました、えー、欧州諸国、欧米諸国の、えー、付加価値税、えー、導入されている各国において、この同じような給付付き、給付っていうのはやってるけれども、 これを逆進性対策として歌っている国はほとんどないわけですね。えーまあ、カナダをはじめ,てはじめ、まあ、数カ国でそういう逆進性というのはやっているけれども、併せて、えー、検討しているのは、併、まあ、せて導入しているのは、やっぱり段階税率なんですよ、で消費税をその10%、を2桁パーセントに上げていくという、こういう中ではですね。 やっぱりその、段階税率への検討、踏み込みというのが、本来必要であると、こんなふうに思います。えー、改めて、えー、低所得者対策でこの部分を簡易なものを考える、まさに実はそういうことなんですよねということを感じました。これはあの、えー、特に質問させていただきませんがあの、意見を申し上げておきたいというふうに思います。えー まあ、給出費税額控除以外のことについても、お消費税についてはさまざまな論点がございます。まあ、私はあの消費税導入されて四半世紀がもう経過したんですね。えーまあ、あの四半世紀前、大き,大きなあの話題になりながら消費税が導入される。それについては、なかなか国民的な理解を得ていくために、あるいは中小事業者の 激変緩和というようなこともあって、実は制度そのものは極めてその簡易な制度で、まあ、スタートをしてしまっている、こういう問題があると思うんです、ところが、これ10%になれば、税収全体で39%ぐらい、まあ、4割近くの,、まああの位置を占める、要するに消費税というのが、まさに基幹税になっていくということでありますから、消費税制度そのものをです、ねえー、むしろもっとおきちっと、 検討するべき、今の簡易な制度からさらに踏み込んで、検討するべきではないかと、このように思うんですけれどその点について、大臣のご所見をお伺いいいしたいと思います安住財務大臣。あのご指摘はあの、諸外国の例を見れば、あの当然、あのどこかの時点では、そういう段階にやっぱり入っていかなければならない。 だと思います。まあ、諸外国に比べてあまり歴史のないあの我が国においては、ですね、直接税中心できましたので、間接税に対するやっさまざまな抵抗もありましたしあの、基幹税というのはあくまでこれまでは所得税、法人税だったわけです、でご指摘のように、まあ、こ,れからあこれが仮に10%に上がればですね えー、税収の中に占めるこの基幹税というものにこれは位置づけられます、そうなってきたときにじゃあ具体的に、えーまあ、給付付き税額控除を我々今、提案をしております、一方で、やはり例えばインボイスとかそれからこの複数税率をどうしていくか、また複数税率をどういうものにかけてどういうものにはやらないのか。 でこれはやっぱり欧米諸国の歴史を見ても長年のやっぱり論争があって議論があってやっぱり積み重ねられてきた蓄積文化みたいなものが僕は反映しているのではないかと思うんですねそういう点では、まあ、私としては当面、まあ、10%の段階ではい、まあ、わば先生から見れば簡素な給付措置の延長に見えるかもしれませんがこの給付付き税額控除をやらせていただくと。しかしか今後 今、あの制度設計をもうちょっと精緻に行って、いわばそうした日本型のさまざまな例えば複数税率を導入するとか、ですねそういうことというのは今後、ね、ぜひでさまざまなあの私は意見があって、し、え、か、ー、るべきだと思いますので、それは今後、議論をぜひですねいろんな場でしていきたいというふうに思っております。岡林健太君 まあ私はあの今のインボイス、あるいはあの段階税率に関して言えば、ですね今まさに議論するべき時ではないのか、これを先送りして、ですねえとりあえず10%というふうに爆心していることに大変な疑問を感じているものなんですね、まあ、ちょっと個別にあのお話をしていきたいと思うんですが、今回の事業者免税制度についてですね、一部の改正をするというようなことをあのされておられます。まあ、これはあの実はあの あれは予算委員会でしたですかね、あの公明党のお草川先生があご質問されておられましたけれども、お関西社会経済研究所研究員のレポートによりますと、ですね、まあ、そのその時に出たレポートだけどあのなんですが、えー、現在のその5%現在で事業者免税制度の疫税というのは大体4000億ぐらいあると、こういうふうに言われて、えー、指摘されていました、10%になれば、まさに8000億の疫税があると。 こういうことになるわけでありますね。でまあ、これを一体、これからどういうふうに是正をしていこうとするのか。まあ、今回のその改正の中には、賞金一千万未満の新設法人に対して、五、えー、億円超を超える課税売上げを有する法人の子会社については、この免税制度を適用しないとこうやってますね。これによって、えー、どれぐらいの疫税、えー、是正される うというふうに見込まれているのか、残り8000億円のこの大体あると言われている液税に対して、今後、どう取り,組ん取り組んでいこうと思っておられるか、お伺いしたいと思います三谷財務大臣政務官。今の増収の話は、どれぐらいかということをお算定するのは大変。 えー、難しいいございます、えーえー、あえて、えー、申し上げれば国税庁が保有するう法人税のデータにおいて売上,税売上高が 5, 5億円超の法人があー直接うー50%超をう 出資する法人を設立した場合の数は400件程度でございますまた事業者事業所企業統計調査において一定の企業グループが設立した子会社の数は1100件程度です課税売上高5億円超の事業者の設立する法人にかかるデータが乏しいことから これらの擬似的なデータを前提として、一定の過程を置きながら、あらあらの資産を行えば、多分数億円から数十,億十数億円程度の増収が見込めるのではないかというふうに思います。ただ、ただ、あこの平成18年度から平成22年度までの5年間のうちに、 国税庁から検察庁に告発された法人のうち事業者免税店制度を悪用して子会社の設立や解散を繰り返すことで消費税を免れているとされた58法人の脱税消費税額は約42億円でありますのでこれはあこういったあ ことへの租税回避などの事案に対しては効果があるものと思われます。岡林健太君、まあ脱税のあのー、数字を言ったってしょうがないんですね。新しい税制改正これによって政策効果はいくら見込んでいるのかということを私はあの聞いてるわけで、えー、そして今液税が8000億もあるということになるとこれ今度総じて10%にしますとね、やっぱり不公平感っていうのが。 国民の中に広がるわけですよで、それをきちっと是正する、その努力をしなければならないんじゃないのかと、と制度設計の中でと、こういうご指摘をさせていただきました、まあ、政策効果がどれぐらい見込んでいるのか、それは分かりません、でしかし、じゃあ、この8000億に対してどれだけ貢献できると思っているのかと、とこのことについて全く見込みがないというのは、極めて無責任だと、こんなふうに思いますが、これは大臣、どうですか。あ安住財務大臣あのー いくらなのかというのは、まあ、民間の資産は確かにあるんです、ただ、まああのー、悪質なといいますかね、あのー、この免税店制度を利用して、いわば分社化をして、えー、それで数年間にわたって1000万円以下にして子会社をたくさん作って、ですね、こういうのはもう5憲以上でしたらだめですよと、これはやめてくださいと、それから、まあ、いわゆるみなし仕入れ率なんですね、問題は。あと。ええええええ あ次ですかす。そういうことで言うとそういうものを1つずつやめていくことであのなんとかです、ね、あの風逃れと言われているようなあの企業というものを、まあ、なくしていきたいという,ふうに思っております。まあ 4000億ってあの、あ草川先生からご指摘あったんですけれども、財務省としては今の現時点で、まあ、まあある意味でそれぐらいそのお金逃げられてますよって言われても、なかなかその根拠がないものですから、そのことをベースにお話をするのが難しいということを、あの政務官はご説明さ,させていただいたわけでございまー、まあ、あのー。 なかなか、その液税が実際にどうだということはまあ予想、推測することは難しいということもありますけれども、まあ、しかし、えー、信用ある研究機関からのレポートが出ている、まあ、交換、言われているこの液税の問題、まあ、この消費税が基幹税となっていく中で、やっぱり避けて通れない、あの検討しなければならない課題だというふうに思います。今、大臣、少し触れていただきましたが、あの簡易課税についてですね、えー、これ今回、まあ あみなし仕入れ率についてで、えーまあ、検討するということが書かれていますこの簡易課税については二つあると思うんですよ仕入れ率の問題とそれからその課税事業者の範囲の問題があると思うんですね、えーでまあ、これもおよく言われている液税があるんじゃないのかとこう言われているところでありまして、えー、検討しなければならないことだと思うんです、えー、平成十二年の税制,税制調査会中止 中期答申の中で、我が国税制の現状と課題、その中にこの簡易課税制度についての問題点、指摘されていますドイツと、ドイツと比較をして、その簡易課税、えーまあ、この仕入れ率がより優位に設定されているのではないか、そのために簡易課税制度を選択する課税事業者が全体に4割にも及んでいると。ここれが、まあこの消費税制度 おまあ、簡易が4割というので本当にそれでいいのかとこういうことだと思います、まあ、仕入れ率についてのお見直し、まあ、どんなふうに、どういう視点でどうやってやっておかいく予定なのか、あそのことを、えー、まずお伺いしたいと思います。三谷財務務大臣政務官 先般の,あの国税庁に、えー、協力いただいて、えー、調べたあ結果で、ねえー、このみなし CD レー の水準が実際の仕入れ率よりも大幅に上回っている状況がございますので、これはさらなる、もっと詳細な実態調査を行い、この水準についても必要な見直しを適正な水準へと改めてまいります。岡林健太君いやあの、ね、適正に頑張りますってててそういういいこと聞いてんじゃなくて どういう視点で仕入れ率の見直しをしますかと、こういうことを伺っているんです安住大財務大臣あのです、ね、この仕入れ率の問題というのは、やっぱりどうしたってあの時差ができるので、まあ、仕入れ率をあらかじめ定めて、それでやってきた歴、まあ、経緯があるわけですね、卸売業で例えば90でしたか、あの小売で80、製造業で70、サービス業等で50。 その他が60ですよと。しかし、このやっぱりパーセンテージが、いわば、あの、見ようによっては、この、疫勢を生んでるんじゃないかというご指摘なので、 私どもとしては、ここについてはやはり見直しをやっぱりして、疫、まあ、税が生じないようなやり方を考えなければならないと、やっぱり業種、業者によって、ですねやっぱりかなりここはあの議論が出ていたところでございますので、そのことを多分、委員もご指摘だと思いますけれども、問題意識をしっかり持ってやらせていただきたいと思います。若林健太君あの大臣ののおっしゃる通りでですすすねねこ際検討すべき、えー その要素というのは、仕入れ率を今おっしゃられたような実態に合わせて、えー、検討するということと、あと業種を細分化する必要があるのかどうか、この辺どうされるのか、この2つだと思うんです、検討するとすればね、えー、これはどういうふうに考えておられるか、あお伺いいいしたいと思いますが三谷財務大臣政務官、あの業種を細分化する必要はあると。 思いま,すまたあの、どのようにということでいえば、まさに、本則課税適用者のその実態を詳しく調べ、また簡易課税適用者の実態を詳しく調べ、その乖離を少なくすることだと思って取り組んでまいります若林健太君、えー、今、あのまあ、あの非常に重要なお話しされたと思うんだけれどもあの、意識されているかどうか。 あの対抗にあるこの簡易課税の見直し、支払率の見直しは業種と、それから率の見直しをするとこういうことでお答えいただいたんだというふうふに思います、さらにその課税事業者の対象範囲について、これは非常にこの政治的には難しいことでありますけれども、どうされるか、まあ、問題意識としては我々、やっぱり考えておかなきゃいけないことだと思うんです。お手元の資料ににありますように 主要国、付加価値税導入されている主要国の簡易課税の水準を見ますと、まあ、あのフランスにはありませんし、えー、ド,イツはドイツ、はドイツイギリスと比べると日本の課税売り上げ、えー、5000億,億だったら <laughs> 課税事業者いなくなっちゃうんだけど5000万円というのは比較的高い水準になるのではないかあというふうふに思いますが。 この点について、大臣はどう思われるか、お伺いしたいと思います安住財務大臣あの。感想だけ申し上げればあの、ご指摘のとおりだと思います、うん例えば免税等については、ですねあの意外と1000万前後でユーロ換算しても、ですねフランスとか日本というのは同じなんですね、1000万ということに関してはでもこのこのとにだけについては。 まあ、現,現時点では私どもとしてはやはり5000万を、えー、維持していこうというふうには思っておりますけれども、えー、中身についてだけは、ですね、あのー、これは先ほど申し上げたようなあことをぜひやらせていただきたいというふうに思っております三谷財務大臣政務官。この簡易課税制度については あ先ほども委員ご指摘のみなし仕入れ率があ適切な水準であればあ今言われる液税の問題もあまり生じないのだと思いますその意味では5000万円で、えー、いいのだとお考えて むしろこのみなし仕入れ率を適正な水準にしていく取り組みを行ってまいりたいと思っています若林健太君えと。大臣はね、えー、今あの、課税売上高5000万の水準は、各国と比較するとやっぱり高いなと、今すぐ検討するべき課題じゃないけれども、将来的には課,あの課題として捉えられるべきだなと、こうご発言されたんです。 で政務官は、それは必要ないと、今、お答えになったんですあの、どういうことでしょうかね、えー、もう一度、安住財務大臣。あのー、やっぱりこれですね、経緯があって、中小企業事業者から、やっぱりあのとりあえず5000万でやってきたということもあるので、えー、以上ということでした、私はだけど、若林さんのご指摘というのは、グローバルに考えたときにどうなんだということだと思うんです。ですから私は免税 の1000万のところは実はフランスなんかと調べると同じなのでこれが高いと言われれば確かにそのご指摘の通りでフランスはないわけですねですからそういうことから考えると私はやっぱり議論は十分していただいてもよかろうと思っておりますただ、今回のことでいうと、まあ、やっぱり国内の中小企業者等に配慮すればやっ5000万というのはあの今回は維持をさせていただきたいということでございます。若林健太君 あの問題点としてえまああの認識をしておくと、われわれとすれば、私は必要なことだと、この議論をしなければならないときがあの時期来ていると、こういうふうに思います、最後にインボイス方式について、今回、その単一税率を守るということで、先ほどもちょっと触れさせていただきましたが、段階税率を採用しない、したがってインボイス方式についても検討しないと、こういうふうに出ておりました。私は この今回、えー、10%に上げる、えー、そして基幹税とするんだというふうに踏み切っていくんであれば、本来のそもそも論をしっかり議論をして、インボイス、そして段階税率の導入ということを検討するべきだ、こういう意見を持っておりますが、その点について、あの大臣のご所見を伺いたいと思います。安住財務大臣イインボイス制度を 導入をすべきだという意見があの結構あることはもう十分私ども分かっておりますしあの税調の中での政府税調の中でも随分議論もありましたただ、あの日本の場合やっぱり免税事業者がですねインボイスを発行できない等々あってやはりその 中間段階からの排除の懸念というのが随分寄せられました、まあ、そうした実態を考えれば、ですねやはり今のやり方でやらせていただいた方が我が国ではなじみがあろうというふうに私は今の段階で思っておりますので、えー、インボイスは10%の段階では導入をしないというふうなあの判断に至りました。若林健太君ととああとりあえず10ということがですね今回のその消費増税の 議論の中に先行して、抜本的な議論が先送りされている、この点について私は大変懸念をいたしております、えー、この際、しっかりとした議論を私どもは逃げちゃいけないんだと、こんなふうに思います、まあ、そのことをご指摘申し上げて、えー、今日はちょっと視点の違った消費税の議論をさせていただきましたあの私のご意見を申し上げさせていただいて、これであの質疑を終わらさせていただきたいと思います。ありがとうございました